アシアタウンバスは、福岡県恩賀郡アシア町が、アシア町及び恩賀町にて運行する、コミュニティバスである。2005年4月1日運行開始。西日本鉄道の子会社である、西鉄バス北九州のアシア、オリオ線が、補助金の折り合いがつかずに廃止されるのに伴い、同区間の一部である恩賀川駅やシア間を、代替する目的で、運行開始した。 コミュニティバスとしての性格よりも芦屋町への路線バスとしての性格が強く、運行時間帯は平日は5時台から23時台までと長い。運賃は区間性で細かく設定されている。西鉄バスの運行を嫌った芦屋町によって、北九州市交通局への実質的な町主導の事業者変更による譲渡であった。賀川駅、折山に関しては、 芦屋アア町発着の北九州市営バスで、芦ア屋ア、水巻、芦ア屋、オリオマの代替可能であるとされたため廃止された。フリオまでの競合がなくなったことにより交通局は以後、芦ア屋アオリオマの運行経路を青葉台経由に集約していくこととなり、水巻町方面行きは平日早朝に1往復が運行されるのみとなっているため、芦ア屋ア発の直接の往復は不可能となった。 道路運送法第78条の2の適用を受けた自家用自動車による輸送の形態を取っており車両のナンバープレートは白色である車両は町側が保有し実際の運行業務は北九州市交通局に優勝委託され向田営業所が担当している自治体バスであるが九州のバス時刻表で時刻表や路線図を表示できる ただし、北九州市交通局の路線として表示される。運賃は、西鉄バス時代の運賃と同額であったが2013年に、収支率の悪化を理由とした改正で、市営バスとほぼ同等の区間運賃制度に移行した。一部の区間では値下げとなったが、ほとんどの区間で値上げされることとなった。田町のコミュニティバスのような均一運賃などは、導入されておらず、 紙式の定期券も、民間事業者のような定額、格安定期はなく、もっぱら旧来の割引率の低い、通勤通学定期券のみとなっている。西鉄運行時代には、高齢者は、グランドパス65の利用ができたが、長盈以下と同時に割引廃止となったため、通常運賃の負担もしくは、普通回数券、通勤定期券の購入が必要。 交通局においても足ア屋ア町区間での高齢者割引は適用されない。隣接する恩賀町コミュニティバスは高齢者100円運賃を実施している。障害者は当社時に手帳を提示することで現金、定期券での半額利用が可能。区間運賃であるため女川駅から利用する場合は恩賀町民の方が必然的に運賃が安くなる。11枚。 23枚綴りの紙式回数券や定期券がある。定期券は芦屋町役場、恩賀町駅前サービスセンターで発売。回数券は芦屋町役場及び恩賀町駅前サービスセンターで全券証をバス車内で11枚綴りのみを発売している。運行ダイヤは北九州市交通局が芦屋町から委託と要望を受けて作成しており、 それらに応えるためや市営バスの基準でのダイヤ編成となるため、西鉄時代にはほぼ皆務であった改装便が極めて多く設定されている。朝の恩賀川から足屋、夜間の足屋から恩賀川は7割が改装で運行され、出入庫や休憩のために、これらとは別途改装されるため走行距離に対する改装率が極めて高い。恩賀川駅での乗り継ぎ時間は、 平均12分程度で設定されているが、交通局の規定により、終点手前の調整時間として、実際の所要時間と別におおむね3分、加算されている。JR の運転時刻や乗客の実態を考慮しておらず、機場でのみダイヤを設定するため、利用実態に合っていない。運転間隔の短い朝夕ほど待ち時間が長くなる。 アシア町ではおおむね実体15分程度で乗り継ぎを設定しているものの JR の朝の運転間隔はそれより短いためアシア町が意図していない本来の接続列車ではない1本前の列車の発車直前に到着するダイヤが多く設定1本前の電車に駆け込み乗車する乗客が多い賀川駅到着直前直後に JR が発車したり電車が到着する直前に女川駅を発車するダイヤとなることが多い。逆にバス本数の少ない土休日などは5分以内しか設定されていない時間も多く JR が少しでも遅延すると1時間近い待ち時間が発生する。また乗務員の休憩、交代、給油のために改装が多く、また浜遊団地線、 中央病院線も折り返し待機をせず、片道回送を原則としている。モータリゼーション進展の影響による赤字により2013年3月末で、廃止された北九州市交通局の90番系統の一部、折を、浜遊団地線の代替として4月1日より、浜遊団地、女川駅線を新設とともに、運賃、路線、回数券制度等が大幅刷新された。 さらには2018年3月1日の足屋中央病院の移転に伴い、従来の系統の他に乗り入れのための路線が増え、系統番号が付与されることとなった。2018年6月現在女川駅前、足屋中央病院間、女川駅前、浜遊団地間、女川駅前港湾緑地間に系統の4路線を運行している。 共に御田川駅から県道299号線を、清進し、右折して、県道285号線、国道495号、町道を直進し、芦屋町の中心部を通り港湾緑地芦屋中央病院前、夏井ヶ浜まで運行する。芦屋町へであるが、運行区間の一部が、女町内である。 クローズドドアは特にないため、恩賀町内区間のみでの利用も引き続き可能であるが、西鉄バスから芦屋町タウンバスへの移行にあたり、恩賀町内にあった恩賀中央公民館前、島門、若松の各バス停が廃止された。以下は2018年3月時点での情報である。運行系統及び停車停留所1恩賀は、駅前港湾緑口前、 女川駅前女町役場前引くダイヤニュータウン、松野、本大気、津若松芦屋協定場入り口、浜口南浜口、鶴松団地高浜町、自衛隊前から、芦屋中学校前から、芦屋小学校前から、芦屋海浜公園入り口港湾緑地前2018年改正で、登場、利用者の多い鶴松団地を経由する系統。2018年改正からは、 主要系統となった。全般的にダイヤに余裕がありすぎるため、信号機にすべて停車しても、なお所定ダイヤには余裕があり恩河川駅は浜口南で、芦屋駅は浜口で、時間調整のため町を時間停車することが多い。港湾緑地前発着であるが、側面行き先表示機以外の旅客案内は、芦屋海浜公園入り口行きで統一されている。 二十女川駅前港湾緑地前、女川駅前音賀町役場前引くダイヤニュータウン、松野、本大気、津若松芦屋協定場入り口、浜口南四崎正門通、自衛隊前から、芦屋中学校前から、芦屋小学校前から、芦屋海浜公園入り口港湾緑地前、旧西鉄バスの路線をベースとした、運行当初から存在する系統。 中央病院の移転に伴う、経路変更で、港湾緑地まで延伸された。系統番号は20番が付与される。主に長席時間帯の運行。21女川駅前芦屋中央、病院玄関前、女川駅前女町役場前引くダイヤニュータウン、松野、本大義音先正門通、自衛隊前から、芦屋中学校前から、 芦屋町役場前から芦屋橋山が、山が郵便局前から、芦屋総合体育館入り口、芦屋中央病院課から、芦屋中央病院玄関前2018年3月に移転会員した芦屋中央病院のアクセス系統。祇園先から、松野本までは補助金を得るために尾い川堤防を経由することなりノンストップとなる。 西鉄バスの21番堤防経由が廃止されて、以来約15年ぶりに女川堤防を経由する路線バスが復活した。ただし、堤防の走行区間は異なる。系統番号は21番が付与され、偶然にも西鉄時代と同一番号となっている。西鉄時代には堤防場にも停留所を設けていたが、今回は停留所の設置はない。なお、 鶴松団地から、芦屋中央病院へのアクセスは、北九州市営バスの既存路線が担う、ためぎ温先経由となった。自衛隊前から、芦屋中央病院下間は、市営バスと競合することとなる。運賃は異なり、定期券や回数券の共通化はされていない。22恩賀川駅前、浜湯団地恩賀川駅前恩賀町役場前引く、ダイヤニュータウン松野、 本体機、津若松芦屋協定場入り口、浜口南御御崎正門2、自衛隊前から、芦屋中学校前から、芦屋町役場前から芦屋橋山が芦屋釜の、里前から、銅山入り口柏原田屋那追賀浜、浜湯団地北九州市営バスの芦屋線、浜湯団地系統の廃止大退路線。当初は鶴松団地、旧中央病院を経由し、 港湾緑地周りで運行されていたが、2018年の改正から祇園先経由に、芦屋中学校前から、芦屋町役場前間で、旧中央病院、港湾緑地には立ち寄らず直行するように変更された。運行開始当初は三菱不走ローザを主力に一部では、ワゴン車による運行も行われていたが、朝夕を中心に、積み残しが多発した。 また、両外機を設置できない、バリアフリーに対応していないなど、問題もありわずか2年後の2007年に、三菱不走エアロミディ ME が3台、2017年に日のレインボーが1台導入され、こちらが、主に使用されている。乗車定員は多くなく、週末を中心に自衛官の外出時間帯には、激しい混雑により積み残しや遅延が発生している、現状である。 ローザは予備車としてエアロミディ、レインボーが運行できない時に代走する。またワゴン車による運行は現在行われていない。各社に車両番号が付けられている。車号は北九州市営バスの車両番号に続いており、西暦の下二桁投資番号となっている。このため2017年度予算購入のレインボーは北九州市営バスの 1701に続いて、1702となっている。西鉄バス時代の利用者は1日あたり、約180名であった。タウンバスに転換後、恩賀川駅前、停留場駅前に移設、黒崎発着がなくなったことによる、定時性の向上などの改善が図られた。運行開始時は、年間10万人弱の利用があった。その後減少傾向にあったが、近年は、 市営バスの所要時間の増加や、タウンバスの JR との接続改善などもあり、市営バスからの乗客移行が進み増加傾向にある。利用者のより細かなニーズに応えるため、九州産業大学との連携により、社内にタブレット端末を設置することがある。各種アンケートや利用状況の無人調査が可能であり、各種調査が行われている。アシア町では、 タウンバスの他に、町内のみを走る、町内巡回バスがあるが、乗車できるのは60歳以上の高齢者と、障害者のみ。アシア町地域公共交通維持計画2から2から。 一途アシアタウンバスの利用状況 h t t p w w w t o w n a s h i a l g j p e w r b z cd コール1919アシアタウンバス AKB 事業アシア町ありがとうございます